おはようございます。おはようございますでいいのかな。はい、こんにちは、れいせんです。今日12月10日土曜日ですね。実験生活1700日目です。ドリンクのみの絶食実験20日目です。天気晴れですね。睡眠時間今のところ5時間です。今週はまあ一緒ですね。3週目、ドリンクのみの絶食実験3週目ですね。取るものはグリーン豆乳と水ですね。あとはまあ麹水もジムとかね行ったり、まあどうしても飲みたい時は取るみたいな感じ。基本は取らないけどってとこです。ほぼほぼグリーン豆乳と水ですね。で水はまあちょこっとだけね、口を湿らす程度っていうか、ほんのちょっと取るって感じなので、まあほぼほぼグリーン豆乳ですね。でやっていきます。量は1リッターから 1.5 リッターってとこです。そんだけですね。でまあ10時半ですね。10時半で、まあ今日一応ジムですね。ジム行ってこようと思ってます。有酸素運動はやらないですね。クライミルっていうね、エスカレーター逆走するようなやつはなしですね。いつもやってたけど、あれ30分やるとね老化するんだよ絶食した状態であれやると老化する。でまあ腹筋と、あとベンチプレスと肩のやつと懸垂で14キロのダンベルでレグカールとか、まあ、その辺とかねやっていきます。まあ、どっかでね行っていこうと思うん で少しだけ、まあ、今から編集やって、でそれからジムって形です。そんだけですね。したら始めていきます。今帰ってきました。ウォーキングですね。今日ほとんど走ってないです。最初ちょっとだけ走ったけど、まあ、9割9分ウォーキングですね。この1リッター絶食の時に走っちゃダメだなと思った。でもウォーキングはねいいんだよ。ウォーキングいい感じですね。なんで、まあ、今後定期的にね、定期的にウォーキングしようと思ってます。毎日でもいいし、まあなるべく行くようにしようと思います。したらゆっくりします。おはようございます。昨日の結果報告ですね。12月10日土曜日、実験生活1700日目、ドリンクのみの絶食実験20日目です。天気は晴れ、睡眠時間6時間、前日午後11時から午前4時までの5時間と、午後11時半から正午12時半までの1時間ですね。お昼頃1時間ぐらい寝てる。確か1時間合わせて6時間です。ジョギングは、まあ、なしって言った方がいいかな。ウォーキング5キロですね。でウェイトトレーニングはなしです。あと飲食ですね。まず飲んだもの、グリーン豆乳 1000ml、 あと水 250ml です。固形物はなしですね。今日も1001リッター絶食だね。1000ml 絶食とかおかしいよな。1リッター絶食です。尿回数3回出てて、濃さ濃いめ、かなり濃いめ、量は平均的、少ない時がありました。1回だけなんか少ない時があったね。で大便なしです。今日も大便出てません。何日出てないんだ。12月4日の日曜日に出てて、で5123456 日間だな。6日間便出てないですね。でおならたまにありで、匂いはなしです。おなら2回だけ出てますね。匂いなかったです。で、今日の気づき。今日は、ジョギングですね。ジョギングが、1リッター絶食やってる時は、ジョギングはやっちゃダメってことです。やっちゃダメっていうか、やらない方がいいですね。倒れちゃう可能性があるんで。ウォーキングが調子よかったもんで、ウォーキングの方がいいかなってとこです。やっぱ運動もね、全然しないのはまずいと思うんで、あんま家にね、いっぱなしっても良くないです。気分転換も大事だし。で、ウォーキングはいい気分転換になるんだよね。で、体も適度に動かすもんで、若返りにもいいと。ウォーキングですね。ジョギングはダメ。ジョギングダメ。ウォーキングは丸っていう形ですね。その辺がはっきりしたっていうね。ここ大きいかなって思います。だけかな。あとなんか妙にね、水が欲しくなる時があるんだよね。体が求めるっていうのかな。汗とかね、かくとね、どうしても水が欲しくなるっていう、そんな感じです。冬はもうあんまり汗かかないんだけど、ゲームやってるとね、いろいろね、起きるんだよね、ストラテジーだと。それでね、手に汗握るんだわ。そういう状況がある。手に汗握るって、この手汗が出てくるっていうのかな。その後だね。その後になんかね、ちょっと喉が渇くんだよ。でね、グリーン豆乳じゃない感じなんだよね。体が求めてるのが。グリーン豆乳じゃなくて水が欲しいって感じなんだわ。普段まで水飲んでる。今後もね、グリーン豆乳と水両方ね、取っていきます。あんまたくさん飲まないけどさ。本当はね、最初口しみらす程度でよかったんだけど。ウォーキング帰ってからね、ウォーキング行って帰ってきてからは、なんかちょっと水飲んだりしましたね。そんな感じです。あとなんか、やっぱね、声援に1リッター接触するとね、なんか喋るのはね、なんだろう、なんかちょっと喋りにくいっていうのが、なんかちょっと引っかかるような感じがあるね。まあいいや。で、12月11日ですね。今日日曜日です。まずちょっと編集少しやって、で、どっかでウォーキング行ってこようと思っています。あとは、ゲームやってゆっくりするってとこですね。安静にするっていう。そんだけですね。取るものは一緒。グリーン豆乳と水。もうすでにグリーン豆乳1杯ほどね、作ってます。朝ね、朝ちょっと飲んでる。前日の夜だったかな。夜ラストの時に作って、で、作ったところっていうのかな。作った状態だとね、冷たいもんで、ものが。なので、常温に置いとくんだよね。常温に置いといて、で、それから飲むっていう形ですね。それは朝ちょっと飲んでいます。そんだけ、ね。で、そんだけかな。したら今から編集ですね、進めていきます。今、ウォーキングから帰ってきました。5キロですね。気持ちよかった。このぐらいの時間いいなと思った。で、あと、大便が出た。久しぶりに大便です。下はゆっくりします。はい、おはようございます。昨日の結果報告ですね。12月11日日曜日、実験生活1701日目、ドリンクのみの絶食実験21日目です。天気は晴れ、睡眠時間3時間半です。前日午後11時から午前2時半までの3時間半ですね。で、ジョギングはウォーキングですね。ウォーキング5キロ。で、ウエイトトレーニングはなしです。なんかね、絶食するとちょっとなんか喋りにくくなるね。うん、で、あと飲食。まず飲んだもの。グリーン豆乳 1000ml と水 200ml です。固形物はなしですね。まあ今日も1リッター絶食です。尿化水5回出てて、濃さ平均的濃いめ、量は平均的少ない時がありました。少ない時は1回だけですね。1回だけ少なかった。あと4回はまあ普通の量だったっていうところです。大便が1回出てます。昼過ぎ、午後2時頃ですね。色赤茶色プラスくすんだ黄土色。太バナナ状25センチプラス。細長い粒状で4粒。固めで匂いは少しありってところです。匂いね、ちょっとあった。もう完全なしかなと思ったけど、ちょっとあったね。で、まあ、太バナナ状25センチが最初出たんだよね、ニューって。まあちょっとゴツゴツしてる感じのね、硬い便なんだけど。で、これの色が赤茶色だった。です。で、その後にね、ポチョンポチョンってね、なんかウインナー状っていうのかな。ちょっと細長いウインナー状のような。でも、まあ小さいね、小さいウインナー状の粒状っていうのかな。まあ粒って言っても丸くない、ね、ちょっと細長い感じのやつ。4粒出たんだよね。で、それの色がくすんだ黄土色。で、その色がくすんだ黄土色だったっていうところです。くすんだ黄土色はね、黄土色にちょっと緑混ぜたような。緑と灰色混ぜたような、そんな色合いかな。っていうところです。で、おなら玉2割で匂いはなしです。今日の気づきですね。まず便だね。赤茶色っていうのは、おそらく、12月6日火曜日ですね。火曜日の日オリジナルの豆乳飲んでるんで、これとか、うん、アップルサラダ豆乳とかデイズ豆乳とかね。うん、今週の前半ですね。前半。うん、土曜日もオリジナル豆乳、デイズ豆乳で、日曜日グリーン豆乳、デイズ豆乳、オレンジ豆乳、アップルサラダ豆乳、月曜日アップルサラダ、デイズ豆乳、オリジナル豆乳で、火曜日オリジナル豆乳、グリーン豆乳、半べだからグリーンスムージー使ったグリーン豆乳以外ですね、以外を取ってるのがまあ前半にあるもんで、その前半分がずっと便として残ってて、ようやく出てきたっていう、そんなところじゃないかなと思ってるところですね。で、その後に出た細いね、小さなね、粒状のやつが、まあ、グリーンスムージーのね、グリーン豆乳の、まあ、便っていうのかな。多分ね。色合い的にも、まあ、グリーン豆乳の方っぽいんだよね。黄土色のね、便はね、豆乳をね、多く飲んでる時に出るんだよね。黄土色の便って。で、緑色の便はね、緑色っていうのがちょっとなんか、緑がかっていうような感じっていうのかな。そういうのはやっぱ緑色のものを取ってる時で、まあ最近だとグリーンスムージーなんだよね。だからまあ、ちょうど前半のね、前半の果物ジュースの便が今日完全にできて、それでさらにまあ追加でね、ちょっとグリーン豆乳の便がちょこっとだけ出たみたいな、そんなところだと思います。で、まあ基本、今日っていうか昨日だけど、ウォーキング5キロやってるんだけど、ウォーキングはやっぱ調子がいいですね。調子がいい。あれはまあ毎日やった方がいいなと思った。できればね、まあジム行かない日はね、毎日ウォーキング。まああんま寒い日はやめとくけど、なるべく行った方がいいですね。やっぱ体の調子とかもね、やっぱウォーキング行った方がいいなと思った。です。あとね、あれ話したっけ？一応基本的にはその飲む時ね、3口ね、ごくって3口飲んで、大体100ミリくらいなんだよね。でゆっくりしてるとね、まあ空腹になってからやっぱりジュワーってね、ジュワーって話したなこれ確かジュワーってなんか体の辺でね、胃のところかな、胃のところでなんかジュワーっとくるんだよね、ジュワーっと、なんか栄養を吸収してるなっていうのでね、夜だな、夜っていうか朝かな、まあ、ゆっくりしてる時だね、寝てる時にね、なんか妙にね、気持ちのいい時があるっていうのかな。なんかわーっと気持ちよくなる時があるっていうの。何これと思ったけどね。なんか来るよ、急になんか来る。すごい気持ちいい感じが来る。体がなんか健康になっていくっていう感じの気持ちよさだと思うね、あれ。感覚としてね。感覚として体がなんかすごい良くなっていくっていう感じの気持ちよさ。でも絶食してるとそういうのが出てくる。断食してたらね出てくると思うけどさ、なんかすごい気持ちいいんだわ。精神状態も調子いいし、で体の方も調子がいいですね。ただね、持久力がないもんでやっぱ取ってないと、今んとこね。でも走ったらダメだな。ジョギングとかやらない方がいいですね。やばいですね。安静にしてる。動くときはウォーキングぐらいですね。ただウエイトトレーニングはできると思うんで、この間は全然問題なくできたんで、多分できるだろうと思う。なんで有酸素運動だけやっぱダメですね。気をつけた方がいいですね。そんだけかな。特に別に今日これといってないかな。ただ顔がやっぱちょっとマシになってきたかなと思ったね。鏡見てたら雰囲気的にちょっとマシになってきたかなって。このまま進んでいったらいいんじゃないかなってとこです。一応1リッターでねやれてるんでいいね。これ以上はちょっと下げる必要はないと思う。今んとこね、最終的には落としてるけど、1リッターからまた500ミリにね、0.5 リッターで絶食っていうの500ミリに落として、そこからゼロにね持ってきたいんで、とりあえずはちょっとこの1リッターですね。1リッターでもう完全にできる状態、もう余裕っていう状態ですね。1リットルで体はもう完全に慣れたという、1リットルに慣れたと、そこまでちょっと持っていきたいんで、当分1リッターでやる予定です。あと不老不死メソッドとしてね、ここが一番大事なところなんで、前に若返った時は 1.5 リッターだったけどね、1リットルの方が魂の反応はいいもんで、1リットルで不老不死の実験ですねやっていくのがもうベストかなってところです。ここの、若返りのね具合を見ていきたいもんで、これより落とすと不老不死の実験になんなくなっちゃうから、とりあえず落とさずに1リッターですね。1リッターでやるっていう。ここも原酒でですね。原酒。どうにもバイブリズム低くって取らざるを得ないときはしょうがないかなと思うけど。基本原酒ですね。どうしてもってときは麹水でちょっとね、対応してもいいかなと思うけどな。グリーン豆乳はもう2杯だけってね、決めといてね。それで足らないときは麹水を追加するみたいな。そういう形でもいいかなと思っています。そんなとこですね。1リッター絶食でやると、だいたいその1ヶ月の食費ですね。食費は 9,000 円だからね。麹水飲んだとして1万円ぐらいってとこですね。1万円ならいいよね。月の食費が1万円。ね。でも食費よりもね、若返り、ここですね、ここ。あと精神状態良くなるし、体の状態も良くなるもんで、そっちの恩恵がでかいってとこですね、お金よりも。そんなとこかな。とりあえず維持、ね、1リッター絶食でずっといくみたいな。ずっとというか、当分だね、当分いくみたいな。やっぱね、多分喋りにくいね。その絶食すると口の周りがちょっともどかしいっていうのかな、よくわかんないけどね、引っかかる感じっていうのかな、耳詰まりが出るのとちょっと多分影響してると思う。関係がありそうな感じがありますね。そのしゃべる具合がね、耳詰まりとね、今耳詰まりないんだけど出そうなね圧を感じるっていうのかな、圧っていうか、ちょっとね抵抗みたいなものがあるっていうのかな、ちょっと硬いっていうかさ、そんな感じ。まあでもそれぐらいだね。うん、体力面とちょっとなんか喋りにくくなる感じがあるっていう。まあそれぐらいです。うん、まあゆっくりしてたら全然問題ないかなっていうところですね。うん、まあそんな感じで。今日はですね、12月12日月曜日です。今日はちょっとジム行きたいなと思ってます。ジムでウェイトトレーニングですね。うん、まあクライミルはやらないけど、有酸素はやらないけど、うん、ベンチプレスとかね、ベンチプレスとか、まあね、肩とか、腕とかね、レグカールとか懸垂とか、あと腹筋とかね、まあその辺やっていく予定です。そう、ジョギングはなしですね。ジョギングとかウォーキングはなしですね。一応行かない予定です。まあ行きたくなったら行くかもしれないけどだけですね。うん、取るものは一緒です。グリーン豆乳を2杯ですね、 1000ml と、あと水でやっていきます。あ、で今日は紅樹水ですね。まあジムにね紅樹水持っていくもんで、紅樹水飲もうかなと思っています。うん、そんだけですね。うん、髪の毛はね硬くなってきたね。うん、だいぶ硬くなってきた。うん、そのぐらいかな。うん、したらあと編集だな。今日編集やって、でジム行って、でゆっくりするって形ですね。うん、したら始めていきます。今ウォーキングだな。ウォーキングから帰ってきました。うん、まあ普通に歩けたってとこです。したらゆっくりします。おはようございます。昨日の結果報告ですね。12月12日月曜日、実験生活1702日目、ドリンクのみの絶食実験22日目です。天気は晴れ、睡眠時間3時間です。夜中深夜0時半から午前3時半までの3時間と、あとお昼に1時間寝てるんで4時間だな。4時間です。ジョギングはウォーキングだな。ウォーキングの方で5キロ、ウェイトトレーニングはなしです。あと飲食ですね。まず飲んだもの、グリーン豆乳 750ml と水300です。固形物はなしです。多分で、今日1リッター絶食でもないっていうか、ですらないっていうか、1リッターよりもっと少ない量ですね。0.75 リッター絶食ですね。で、やれたところです。尿回数3回出てて、濃さ濃いめ、量は平均的、少し少ない時がありました。1回だけ少し少なかったですね。ウォーキングから帰ってきてからの1回の尿ですねがちょっと少なかった。大便なしです。おならもなしですね。おなら今日は出てないはず、全く出てないはずですね。まあ、量は少なかったからかなとも思うけど。で今日の気づき、まずね朝顔見たらあんま良くなかったね。あんまいい顔じゃなかった。あれと思っちゃった。うん、でちょっとねストラテジーの方で大規模な戦争があって、で戦争相手ともチャットでね、個人チャットでいろいろ話し込んでたりしてて、で寝るのがね遅くなっちゃったんだよね。うん、午前1時頃に寝てるんだけど、それで午前3時に起きてるんだよ。うんで、まあ、その辺がもしかしたらね影響したかな。睡眠だね。うん、今まででも睡眠がちょっと足りてない日は顔の状態がひどかったもんで、睡眠不足が影響してる可能性と、あと今日1リットルですらないから 0.75 リットルっていうところ、つまり1リットルを切っちゃうと良くないみたいなね、そういう可能性ももしかしたらあるのかなと思うけど、まあそっちの可能性は低いかなと思っています。だから睡眠の方が圧倒的に高いですね。まあ 99% 睡眠だろうと思ってるけど、まあそんな感じです。うん、そんだけ顔の状態がちょっと今日はねあんまりよろしくないっていうか、まあ目の下とかもねなんか良くないんだよね。でこの辺に来るってことはやっぱ睡眠かなって思ってます。うん。あ、ほいでも昨日0時半か。深夜0時半に寝てんな。そこまで違わないな。でもちょっとわかんないですね。多分睡眠だと思うけどな。睡眠の質っていうのかな。質の方かもしれない。うん。で、今日ですね。12月13日火曜日。今日もまあ同じようにやってるけど、今日はちょっとどのぐらい量を取るかわかんないです。一応まあ、前日分の250ミリがあるんで、まあ、1リットルから 1.25 くらいですね。で、ちょっとやるかもしれないと思ってます。まあ、1リットル近辺でやってもいいけどな。そうすると250残った状態で、まあ、次に持ち越しって形になるけど、まあ、ちょっとどのぐらいでやるかわかんないですね。あと、まあ、水は取る予定です。うん。この量でやるとね、もう断食の時と同じ症状が出るね。断食の時と同じ。なんか妙な気だるさ、妙なっていうか、まあ普通に気だるさっていうのかな。が出てきたり、まあこうやってちょっと喋りにくい感じがあるんだよね。とかね、うん、断食の時と同じですね。ってところです。あ、取るのはグリーン豆乳で水。麹水は一応まあなしの予定です。今雨降ってるもんでちょっとジム行けないんでなしだけ、まあ飲みたかったらちょっと飲むかもしれんけど、まあ特に麹水が必要ってわけでもないんで、まあなしで行こうかなってとこですね。運動、ウォーキング、今日一日多分雨じゃないかなと思うんで、ウォーキングもちょっと行けないかな今日は。まあ、やんだらね、夕方とかやんだらウォーキング行くかもしれないけどってところです。その系ですね。うん、したら今から編集やってでゆっくりします。今ジョギングからジョギングじゃないわウォーキングから帰ってきました。ああ歩いてるだけだけどこの辺。胸のこの辺がなんかね、うん、ずーんとくるね、ずーんと。うん、取ってないとね。あとなんか耳詰まりが起きそうな感じがありますね。うん、で、微妙に喋りにくいっていうね。まあそんなところです。したらゆっくりします。おはようございます。昨日の結果報告ですね。12月13日火曜日、実験生活1703日目、ドリンクのみの絶食実験23日目です。天気は雨のち晴れ、睡眠時間3時間ですね。午前1時から午前3時までの2時間と午前6時半から7時半までの1時間、合わせて3時間です。ジョギング、ウォーキングですね。ウォーキングの方を5キロ、まあ、昼過ぎですね、行っています。この時間ね、良かったよ。なかなか良かった。ああ、2時からだね。午前2時、いや、午後2時から行ったんだけど、この時間正解だなと思ったね。うん、程よく暖かいし、直射日光も、まあそこまで強くないというか、きつくないし。でね、3時以降だね。3時以降、夕方になると、虫がいっぱい出るんだよね。まあ、川沿いとか歩いたりするんで、で虫、ね、顔にいっぱい来るからさ、走ってたりすると、で汗だとね、汗で虫がついちゃったりするんだよね。なので夕方はねあんま良くないなっていうのは分かったんだわ。まあ、夕方だとねやっぱ日光弱いもんでまあいいかなと思ったんだけど、今度逆に虫がねいっぱい発生するっていうね。だけど2時ぐらいだと虫もいないし、で程よくあったかいし、で直射日光もそんなきつくないっていうね。行くならまあこの時間かなと思ったところですね。でウェイトトレーニングなしです。あと飲食、まず飲んだもの、グリーン豆乳 1050ml、水 300ml です。固形物はなしですね。今日も1リッター絶食ですね。昨日はまだ 0.75 リッターだったけど、まあ、今日は一応1リッターってところです。尿回数2回出てて、濃さは濃いめ、量は平均的な量でした。大便なし、おならもなしですね。で今日の気づき、別に気づきって気づきはないかな。やっぱストラテジーの恩恵っていうかあれが結構でかいなっていうね。やっぱり没頭できるものですね。没頭できるものがあると割とやりやすいですね。1リッター絶食はっていうとこです。あと蚊にねやっぱ刺されないわ。やっぱねプーンって飛んできてね止まるんだけどね、すぐね行っちゃうね。血吸わずに行っちゃうんだわ。で全然ね寄ってこない。で固形物食べてた頃だね。ミューズリーとか固形物食べてた頃なんかね、もう電気消して横になった途端にうわー来るからねすごいよ。でもうブッスブス刺されるから、今なんか全然刺されないもんね。運転の違いですよ。で部屋にはねいっぱい虫いるんだよ。蚊が止まってる、壁に止まってんだ、いっぱい止まってんだよ。なので今これでなんか固形物が取ったらね急にブワー来るようになる。そのところです。ほんとねこの1リッター絶食、1リッター絶食になってから急にですね蚊が来なくなった。ゼロじゃないけどな、なんかねたまに飛んできてね1回だけ刺したりとかね、夜ゲームやってる最中とかにさ一回だけ来て刺したりとかねあるけどね、全然痒くなんないんだよこれがびっくりしたね。刺されてはいるんだけど痒くないんだよ。あれの痒みっていうのもなんかね、もしかしたらそういう食事とかの影響でなんか成分的なね、食事から得る成分とかが反応してるのかなとか思ったけど、まあちょっと分かんないですね。ただ少なくとも絶食するとねかゆみもないし、そもそも蚊に刺されなくなるってところです。ここでかいですね。まあそんだけ、体調としてはね問題ないんだけど、やっぱ断食の時のようなちょっとなんかなんていうのかな、バテやすさみたいなのと、やっぱちょっと喋りにくさっていうのが出てくるのと、あと耳詰まりですね。耳詰まり、今左耳ちょっと耳詰まり出てますね。これはまあ1000日絶食の時もずっとそうだったよね。まあそんな感じです。そんなもんかな。まあ、安静にしてる分には問題ないと思うけど、今ここでジョギングとかやったら倒れちゃうかなと思うなので、まあ、有酸素はやめた方がいいですね。ウォーキング、とにかくウォーキングがいいです。それだけですね。頭はわりかしすっきりしてて、あと柔軟もいい感じですね。柔軟いい感じです。体はなんか調子いいなと思いますね。で今日12月14日水曜日ですね。今日はまず買い出し行ってきます。もうそろそろ補充しないといけないんで、買い出しと、あと今日14日なんで、明日15日なんで神棚ですね。神棚のお供えのお酒ですね。日本酒をまあ2本と、あとまあ榊もちょっと売ってたら買おうかなと思っています。まあまだいけるっちゃいけるけど、一応補充できるんなら補充しとこうかなみたいな、そんな感じです。そんだけですね。あとまあ編集ちょっとやって、で編集やってからかな、編集やってからちょっと買い出し行ってきます。まあそんな感じですね。今ちょっとねストラテジーの方がバタついててね、ジム行っとれんね言ってるタイミングがないっていうか、ちょっと見てないといけない感じなんで、そしたら始めていきます。今買い出しから帰ってきました。買ったのはこれですね。これ3本と、あとお酒ですね。お酒2本。これ神棚にも備えようですね。で、有機豆乳。これ4本。あと、榊です。だけですね。そしたらびっくりします。おはようございます。昨日の結果報告ですね。12月14日水曜日、実験生活1704日目。ドリンクのみの絶食実験24日目です。天気は晴れ、睡眠時間3時間半ですね。夜中深夜0時半から午前2時半までの2時間と午前5時半から7時までの1時間半。合わせて3時間半です。で、この7時以降ですね、ちょっと布団の中でゆっくりしてたって、横になってね。ゆっくりしてた時間があったんだけど、おそらくあれ、撮影したものを見ても、寝てるように見える可能性があるんで、見た目ね。動かないし。で、ただ寝てはないもんで、まあそこだけちょっと注意ってところで、まあ、ちょっとわかんないけどね。自分でも、そのね、どこまでがっていうのは、多分撮影したやつはわかんないもんで、まあ大体この辺かなみたいな。してテロップ入れるけど。まあそんな感じで3時間半ですね。ジョギングなし、ウエイトトレーニングもなしです。今日はちょっとね、行きたかったんだけど、ゲームの方はね、ちょっと偉いことっていうか、とてもじゃないけどね、手離せない状態だと思うんで、あるところと、交戦状態にあってね、ちょっと私が、指示してるもんで、みんなにね、私がちょっといないとさすがにまずいっていうので出れなかったっていうか外せなかったっていうのかな、家にいるしかないっていう状態だったもんでってところです。あと飲食ですね。まず飲んだもの、グリーン豆乳 950ml、水300です。固形物はなしです。なのでまあほぼ1リッター絶食ですね。950。尿回数2回出てて、濃さかなり濃い。量は平均的な量でした。もう相当濃いよ。相当濃いですね。ここまで濃くなるのかみたいな。まあ、それはちょっと言い過ぎかな。だけど、まあ、絶食の時の尿と同じぐらいの濃さですね。絶食、断食ですね。大便1回出てます。早朝ですね。色褐色、粒9粒ですね。そのうち1粒は大きめの粒でした。固めで匂いはわずかにありってところです。ポッチョンポッチョンポッチョンって言って、ちょっと大きめのね、太バナナをちょっとぶつ切りにしたような大きめのやつがブチョっと落ちたりして、あとポッチョンポッチョンポッチョン。粒はね、そこまで小さいわけじゃないけど、そこまで大きいわけじゃないみたいな、そんな感じの粒だった。ってところですね。おならわずかにありで匂いはなしです。おなら1回だけありましたね。まあ匂いはなかったです。で、今日の気づき。まあ別にさっき鏡見たら、ちょっと割となんか良くなってきてますね。やっぱ良くなってきてます。あと髪の毛もなんかちょっと、なんか黒くなってきたっていうか、あとなんか生えてきた感じがありますね。まあ様子見ていきます。そのとこかな。肌は割とね、体なんかすごいスベスベするね。いい感じですね。ってとこですね。それだけかな。あとまあちょっと耳詰まりがやっぱりちょっとこうやって喋ってるとね、たくさん喋ってると耳詰まりがちょっと起きてくるって。やっぱり喋りにくさがありますね。絶食中は。あと、まああんまりちょっと動くとちょっとだるさがあるっていうか。やっぱ体力的な面でね。っっていうぐらいかな。あとまあ一応基本的に飲むときは3口ですね。ごくごくごく3回飲むっていう。まあちょっとあんまり足りないときはもうちょっと飲んだりするけど、基本3口ですね。で常温で、常に常温で、まあ、作ったやつはね、まあ撮影のところでね、布団の左のところにさ置いてね、ビーカー置いてあるけど、ああやってもう常温にしておいで飲んでます。で問題ないですね。まあこの時期だったら問題ないかなと思うけど、夏場だとちょっとやばいだろうなって、腐られる可能性があるね。まあ冬だったら常温の方がいいですね。やっぱ冷蔵庫から出したやつって冷たいもんでね、まあ、体にも良くないし、まあ、当然体に負担になれば若返りにとってマイナスになるもんで、常温の方がいいかなって思っています。あと水も常温に置いといてます。冷たいやつを飲んでるわけじゃなくて常温ですね。まあ、その方が体も冷えないですからね。でいいかなと思います。そんだけですね。でやっぱね3口でも取るとねその後なんかジュワーッとくるんだよね。栄養もうわーっとね引き出してるみたいな感じの、そういう感覚がくる。あれ気持ちいいですね。なんかまあ、そんな感じです。で今日はですね、12月15日木曜日ですね。で今日は同じですね、グリーン豆乳、まあ1リットルぐらいめどにね取る予定です。あと水ですね。でそんだけか。睡眠時間は今のところ2時間とってます。で朝にグリーン豆乳250ですね、もう飲んでるんで、あと残り750でまあいけたらいいかなってところですね。まあ最悪1リッターじゃなくても 1.25 でもいいかな。1250ですね、ちょうど切りよくね、って思ってます。そんだけですね。あとまあ障子がちょっと一部分ね剥がれちゃってるもんで、のりが剥がれちゃってるんで、まあそこ直せるんなら直したいなと思ってますけどね。ちょっとまあやれたらやるかなってとこです。そう、あとね、編集もまあ今日できたらアップロードまでかけちゃいたいなと思ってます。で天気もいいしちょっと寒いけど、まあ、ウォーキング行けたらウォーキングですね。ジムはちょっとどうするか分かんないですね。なんかね魂の反応が悪いんだよね、ジム。だけどもうそろそろさすがにちょっとやっとかないと筋肉がね弱ってっちゃうんで、どうしようかなって。ただまあ筋肉つけることよりも絶食ですね。1リッター絶食、こっちの方がはるかに大事なんで、こっちはメインっていうか、筋肉とか正直どうでもいいみたいなとこあるんで。なんでまあそのウエイトトレーニングね、ジムに行くことによって、まあ、何かしらのね弊害があるのであれば行かない方がいいってなるんで、魂の反応が悪いのは何かあるんじゃないかなと思ってるけどね。まあ魂と相談しながらね運動の方は進めていきます。そんだけですね。そしたら今から編集ですね、始めていきます。今ジョギングから帰ってきました。ジョギングじゃない、ウォーキングから帰ってきました。5キロですね。まあ一応歩けたってとこですね。この辺がなんかちょっとね軽くズンとするんだけどね、ウォーキングならまあいけるかなってとこです。したら、まあ、レンダリングはあったんでアップロードかけて、でゆっくりします。おはようございます。今はウォーキングですね。早朝ウォーキング行ってきたところです。でシャワー浴びて、で上がってきたですね。割となんだろうちょっとお腹空いてしんどさが少しだけあったかなです。で、まあ、今からいつも通りですね神棚やって、で、まあ、結果報告ですね話していきます。おはようございます。昨日の結果報告ですね。12月15日木曜日、実験生活1705日目、ドリンクのみの絶食実験25日目です。天気は晴れ、睡眠時間2時間。夜中深夜0時から午前2時までの2時間です。ジョギングはウォーキングの方で5キロ、ウエイトトレーニングはなしですね。で、あと飲食、まず飲んだもの、グリーン豆乳750ミリ、あと水300です。固形物はなしですね。ああ、750だよ。0.75 リッターですね。尿回数2回出てて、濃さかなり濃いめ。量は平均的な量でした。大便なしですね。今日は大便出てません。おなら時々あれで匂いは、まあ多分なしってとこですかね。なんか微妙に、あれこれおならの匂いかなみたいなものがかすかになんか感じられたけど、おならかどうかもちょっとわかんない感じで。まあ多分なしだろうみたいなそんな感じで、まあ時々って言ってるんだけど、一時期なんかちょっと妙にね多い時があった。日中だったんだけどね、おならが出てで1時間ぐらいのスパンでもう一回出て、またさらに1時間ぐらいのスパンでもう一回出たとかね、なんか短いスパンでねちょっと出た時があったね。それ以外はなんか全然ないっていうか。一時だけちょっとなんかねあった、おならがちょこっと出るみたいな。なんだろうね、なんか水が関係してそうな気がするけどな。なんかグリーン豆乳と水を一緒に飲むとなんかおならが出やすいっていうね、なんかそんな気がした。ってところです。あと、まあ、気づきとしては今日も朝鏡ちょっと見たけど、割といい感じですね。やっぱ良くなってる。今日は 0.75 リッター絶食だけどね、もしかしたら1リットルよりもっと少ない方がいいのかなとか思ったけど、まあでも1リットルぐらいが一番いいかな。0.75 だとね割とお腹すくんだよ。すごいなんかキューってお腹すいたって感じになるんだよ。でウォーキングも行っててもやっぱ割とねお腹のすき具合が気になるぐらい。ちょっと負担があるっていうのかな、精神と肉体の方にちょっと負担がある。1リットルぐらいだと、まあ、負担あんまないもんで1リットルぐらいが一番いいんじゃないかなってとこですね。まあそんな感じです、でやっぱちょっと話すると耳詰まりですね、起きてきますね。で微妙にやっぱり喋りにくいっていうのがある。そんなところです。睡眠時間2時間で割と平気だったですね。あと早朝だね。早朝に行ってるんだけど、昨日は違うのか。昨日は早朝じゃないか。日中だな。日中に行ってるか。でさっきだね、ついさっきも早朝ウォーキング行ってきたんだけど、まあ早朝は結構いいなと思った。厚着ちゃんとしていけばね、ウォーキングだもんで汗かかないし、で、まあ、朝日とかね別に当たっても肌はね焼けたりしないしさ、シミとか出たりしないしさ、それでいて朝空気も美味しいし、割といいですね。気持ちがいいっていうのかな。人もあまりないし、まあ行けそうならウォーキング朝ですね、早朝に行って、あるいは寒い時は日中ですね、午後2時ぐらいから行くっていう。早朝も虫いないもんで、早朝もねなんていうのか、川辺のところをね歩いていけるから。まあどっちかですね、午後2時か早朝か、まあ、その辺で行った方がいいかなと思ってます。夜はもう寒いね今の時期だと。こんな感じですね。ウォーキングがあった方がいい。あとなんかやっぱちょっと動かしたいウエイトトレーニングやりたい。体がなんかなまっちゃってるとか、なまりそうっていうか。一応さっき早朝ウォーキングだね、行く前に懸垂をやったんだよ。懸垂10回ほど。ちょっと動かしたかったもんでね、まあジム行ってこようかなと思ってます。今日はもうアップロード、動画編集を終えてアップロードまでかけてあるもんで、前回分はもうね出してあるから YouTube の方に。まあ今日はちょっとジム行こうかなってとこですね。そんだけ買い出しもまだ行かなくていいし、ジムだけかな今日は。あとはゆっくりするって形です。そんな感じですね。で今日12月16日金曜日。今日はまあ取るものは一緒ですね。グリーン豆乳で、まあ、1000ミリでやる予定です今日一応。まあ、やれそうだったらもっと減らしてもいいけど、一応まあ無理せず1000ミリぐらい、まあ、ジムも行くもんでってとこですね。あとまあ水は300ぐらいですね。300、まあ、いらなかったら取らないし、そんな感じです。そしたら今からまだジムはジム開くか。ジム行ってこようかな。ちょっとだけゆっくりしたらジム行ってきます。今ジムですね。行って帰ってきました。有酸素はなしで、で腹筋だね。腹筋45度の角度から腹筋10回2セットやって、でベンチプレス43キロで10回2セットやって、で肩ですね、肩これも43キロ10回2セットやって、で懸垂ですね、懸垂も10回2セットやって、であとレッグカールですね14キロで10回2セットですね、左右と。まあその辺やってきたってとこです。で風呂入って帰ってきた。割とやれたね、やれるわ。ジムはやった方がいいな、あった方がいいな。有酸素はダメだけどジムはなんかで体がほぐれるっていうか、ありかなと思った。まあ週1でいいもんで、ジム行った方がいいですね。で麹水300飲んでます。美味しい、あれ美味しいね。継ぎ足し継ぎ足しで今作ってんだけどさ、もう1ヶ月ぐらい経ってんじゃないかな、一番最初に入れたやつが残ってたやつはね。うまいですね、あれかなりうまいですね。もうずっと今後ちょっと麹水ね作っていこうと思うんで、で継ぎ足しで300出したら300また水入れて、1リットルのピッチャーにね300分出したら300継ぎ足して、でまた1週間ぐらい経ったらまた300ね取って、でまた300入れてみたいな。継ぎ足しでねやっていきます。そしたらゆっくりします。おはようございます。昨日の結果報告ですね。12月16日金曜日、実験生活1706日目、ドリンクのみの絶食実験26日目です。天気は晴れ、睡眠時間2時間半。前日午後11時半から午前2時までの2時間半ですね。あとお昼に1時間、ちょっと1時間ぐらいって時間わかんないんだけど、全然時計見てなくって、気がついたら寝てて、で、はって起きて、あれ何時間寝たのかなみたいな時があったんで、まあとりあえず1時間ってことにしといて、今日3時間半ですね。この昼の1時間はかなり適当です。もしかしたら30分ぐらいだったかもしれないし、もうちょっと寝てたかもしれないってとこです。ジョギングはウォーキングの方で5キロですね。ウォーキング5キロ早朝に歩いています。あとジム3時間、まあ3時間もいなかったかな。有酸素運動やってないんだな。まあジム行ったってところです。であと飲食ですね。まず飲んだもの、グリーン豆乳 1000ml と水 200ml です。固形物はなしです。いつも通りですね。なんで1リッター絶食です。調子いいですね。尿回数2回出てます。濃さかなり濃いめ、量は平均的な量でした。大便がなしですね。今日も大便出てません。何日まだ2日か。2日間出てないとこですね。おなら時々ありで匂いはなしです。おならがね、なんかちょこちょこ出るね。ちょこちょこ出る。そんな大きな体積のおならじゃないんだけど、小さなおならがね、ちょこちょこ出るってとこです。こんだけですね。したら、今日の気づき、まあ別に気づきって気づきはないんだけど、やっぱり睡眠時間は短くなるね。うん、飲食物を減らすと睡眠時間は自然と短くなりますね。まあ、間違いないです。やったら分かります。うん、あとジムはね、有酸素はやっぱりダメだな。有酸素はやめた方がいい。うん、暗い見るとか、エスカレーター逆走するようなね、暗い見るとか、あとジョギングとかね。有酸素はまあなしで。うん、で、まあ、ウォーキングと、あとウェイトトレーニングですね。ウェイトトレーニングまあまあできるんで、いいかなってところです。そんな変な感じ、しんどいっていうほどしんどいわけでもないし、なんか倒れそうな感じとかも出てこないから、普通にまあ筋肉鍛えれる感じなんで、なのでまあダンベルとかマシーンですねのウェイトトレーニング、これはいいかなと思っています。ただ有酸素運動の方はね、気持ち悪くなってくるね、やってると。でね、なんかふらついてきてね、倒れそうになるねマジで。だから有酸素運動はやばいです。この1リッター絶食に限らず、まあ絶食だわな。量をかなり、まあ、減らしてっていうね。そういう時は、ちょっと有酸素運動はね、気をつけた方がいいですっていうところですね。で、今日ですね、今日12月30日土曜日。12月17日土曜日ですね。うん。タイマーでいいのか、うん、かけてたね。ゲームの関係でねで、土曜日なんで、今日今から計測ですね、測っていきます。めっちゃ寒いんだけど、これで11度ですね、裸になって計測やっていきます。うん、そんだけかな。したらまあ10時50分なんで11時だな。11時計測ってことで入ってきます。ウエスト測っていきます。正面、側面、背中、66.5 ですね。血圧123/89です。今週の結果報告です。まず計測ですね。今週の計測時刻は午前11時頃です。先週に比べて1時間と30分ほど遅いですね。まあでも、毎日測ってるわけじゃないんでね。まあいいでしょう。体重 56.55 キロ。先週に比べて2キロのマイナスです。ジャスト2キロマイナスですね。BMI は 17.8 でマイナス 0.7。体脂肪率は 12.5% で 0.8% の減少です。2キロ落ちて1週間で 0.8% だよ、体脂肪率。割と減ったね。うん、血圧123/89、最高血圧+5、最低血圧+7なんで、血圧なんかちょっと上がってる感じがありますね。うん、まあ5とか7とかだったら、まあ、誤差の範囲内ではあるけど、なんかちょっと上がってる感じがある。今寒いもんで、部屋が寒い上に、なんていうの、固形物取ってないとね、ものすごく体冷えるんだよね。だからすごい寒いんだよ。寒いもんで、なんか自然と力が入っちゃって、で、血圧が高いように見えちゃってるっていう可能性はありますね。てか、その可能性高いなと思ってんだけど。まあ一応数字的には、なんかちょっと血圧上がってる感じがあります。脈拍79でプラス2、ウエスト 66.5 センチで1センチの減少です。だから先週からさらにまた1センチ細くなったっていうね。もうどうだろう、もうここあたりじゃなかったかな、一番細いところって、物理的な一番細いところ、と思ったけどね。で、今週の気づき、まあ今週はどうだろう、1リッター絶食の1リッター付近だね。1リッター付近で割とやれてた週かなと思います。12月10日土曜日だね。この日が1リッター絶食だね。グリーン豆乳 1000ml と水250だった。で、翌日日曜日が同じくグリーン豆乳 1000ml と水 200ml ですね。で、月曜日がグリーン豆乳 750ml と水300なんて 0.75 リッターだった。で、火曜日がグリーン豆乳 1050ml と水300なんで、まあほぼほぼ1リッター絶食ですね。で、水曜日がグリーン豆乳 950ml と水300なんで、この日はまあほぼほぼ1リッターですね。で、木曜日がグリーン豆乳 750ml で水300なんで 0.75 リッター絶食。で、金曜日ですね。グリーン豆乳 1000ml と水200なんで1リッター絶食です。なんで、まあ、ほぼ1リッター絶食ですね。今週はほぼずっと、ちょっと少ない時もあったぐらいですね。かなり良かった、優秀です。こんな感じでやっていきたいですね。ずっとやっていきたいですね。まあ、1リッター、バイオリズムがすごい低い日とかもしあれば 1.5 リッターでもいいけど、なるべく量がね変えたくないんで、もう同じ量でずっといきたいんで、減らさない増やさないですね。なので1リッターでもずっといくみたいな。だけど無理してね、まあちょっと余裕があって、その夜寝る前にね少し残ってて、それをまあもったいないもんで一気にね飲んじゃうみたいなことはしないけどね。一応体に従うっていうのかな、体が求めた風で取るっていう形。きっちり1リットルに合わせなくて、まあね、少ない量で済むんだったらそれでもいいかなって思っています。無理やり1リットルに持っていかないっていうね、まあ、そういうふうにはしていきます。水がまあちょこちょこあったらいいかなってとこですね。あと麹水、そういえば麹水書いてねえや金曜日ですね。金曜日はグリーン豆乳 1000ml と水200で麹水300ですね。ジムに持ってってるんで、麹水で飲んでるんで。で、麹水飲んだ感じね、味はねものすごくいいんで、うまいんで、もう最高ですね。あれめっちゃ最高ですもう普通のジュースとか飲んでられんぐらいうまいですね、あれは。もう他のジュースは一切いらないですマジでもう麹水だけあったら他のジュースいらないって感じです。でね、ものすごい美味しいんだけど、なんかね、グリーン豆乳だけだね。グリーン豆乳と水でやってる時に比べると、なんかちょっと精神状態がね、微妙に悪くなるね。微妙に。っていうかね、グリーンスムージーと水、豆乳で割ったグリーン豆乳。これでね、これだけで、まあ水は別にして、これだけでやってる時の精神状態がむしろね、いいんだよ。超いいんだよ。ものすごいいいんだ。ものすごい。だからそこと比べちゃうとね、麹水入れるとなんかちょっとね精神状態微妙に悪くなるんだよね。なんか運も微妙に落ちる感じがある。ただまあそこまで気にはしなくてもいいかなっていうレベルではあるんだけど、あとまあすぐに回復するし、でお腹はね膨れる、やっぱり、麹水お腹膨れるね。あれ酵素断食みたいな感じだと思うけどな。酵素水とかあるじゃんね。あれに近いんじゃないかなと思うけど、まあ酵素あるでしょあれね。麹菌からね出てくるよね、多分あると思うけどな、その辺なのか。お腹はとにかく膨れやすいですね。膨れやすいんだけどすぐにねお腹空いてくるんだわ。そんなに長くは持たないっていうか、飲んで、まあ、しばらくは膨れるんだけど、割とそのうちお腹空いてきちゃうもんで、まあ、別に相場は変わんないかなみたいなとこですね。ただ味美味しいし、まあ、今後使っていきたいなと思ってるけど、なんかちょっと微妙に精神悪くなるのが気になったかなってとこです。やっぱ甘いもんで、あれもで炭酸のようなシュワッとした感じとか甘さとか、まあ、どっちかっていうと普通のジュースに近いような味わいではあるんだよね。だからそういうのはやっぱ良くないのかな、紅樹水であってもねとはちょっと思ったけど、まあ今後ちょっと紅樹水も実験としてね、使ったり使わなかったりしてもいいかなと思ってるところです。まあどのみち継ぎ足しでね、冷蔵庫入れっぱなしにしとくんで手間はかかんない超楽ですね。まあ今後ちょっと実験としてね、少しだけね、魂の反応はね紅樹水ねあんま良くないんだわ良くないなしの方がいいのかなと思ってます。なんでまあちょっと、なんかちょっと欲しいなみたいな時は紅樹水飲んでもいいかなと思うけど、基本はなしでやっていきたいですね。そんな感じです。で、来週ですね。来週も同じ感じでやっていきます。来週は、まあ、取るものはグリーン豆乳ですね。これ1リッター。で、水はまあ300以内でやるっていう予定です。で、ジム行くときは紅樹水ちょっと、まあ、持っててもね、いいかなっていうぐらいですね。それだけですね。ジムは週1ぐらいかな、あと1回ぐらいだな、今のジム、今行ってるスポーツクラブはあと1回行くぐらいかなってとこですね。今日の朝、今日さっき川見だけどね、そんな悪くないけど、やっぱね体、ジムだな、ジムやっぱ体に負担かかると、まあちょっとあれかなみたいなところはありましたね。だけど顔全体的にはまあそこまで悪くないっていうか、とは思ったところです。やっぱり、ただね、体はやっぱね、動かしたくなるんだよね。ちょっと、負荷かけたくなるっていうか、鍛えたくなるっていうか、全然やってないとね、1週間ぐらいジム行かないとさ、なんか動かしたいな、みたいな感じになるんだよ。多分で、やっぱウエイトトレーニングはあった方がいいかな、必要かなと思っています。そんだけですね。なので、まあ、ウォーキングだね。ウォーキングが調子いいんで、ウォーキング。あとまあ週1のジムぐらいですね。この辺はあってもいいかなって思っています。でまあ今のスポーツクラブは12月いっぱいで辞めるもんで、でそれ以降はちょっとどうしようかなって考えてるところですね。まあ市営の1回100円だったかな、100ちょっとぐらいのね安い市営のトレーニングルームねでもいいしな、前それね千日ぜしくの時そこ行ってたしって思ってるところです。あとまあ他にもね24時間営業のね、ジムがあったりするもんで、まあそういうとこもちょっと試してみてもいいかなと思ってるところです。そんなわけですね。そしたらあとなんか髪の毛もね微妙になんか黒くなってきてるね。であと量もなんかちょっと増えてきてる感じはありますね。まあ、様子見ってところです。肌は相変わらずなんかスベスベしてきてますね。調子いいと思います。そしたら今から今日はちょっと編集やろうかな。編集少しやってで寒いんでね、まあ、ゆっくりします。そしたら日付で12月10日土曜日から12月16日金曜日まで、実験生活1700日目から1706日目まで。ドリンクのみの絶食実験20日目から26日目まで完了です。それではまた来週。